皆さんおはようございます。今日は昼と夜について習います。これはお日様です。とても暑くてとても明るいです。毎日お日様が起きて地球に光を与え温めます。これはお月様です。寒くて光を持っていません。お月様はお日様の暖かさと明るさを妬み、毎日夕方になると現れて太陽の光を盗みます。お月様はその光を独り占めし地球に与えません。こうして毎晩お日様の明るさと暖かさがなくなっていき、冬になるとお日様は弱っていて、お月様が
強くなっています。冬に早く暗くなる理由は、お日様の光と暖かさがとても弱っていて、空に高く登る力もなく、地面の少し上までしか登れません。しかしお月様はお日様から盗んだ力で強くなっているので、夜の時間が長くなり、お日様の気前がない地球は冷たく暗いところになります。Bye.
Thank you.
Thank you.